仮面。オターアップ。第69話、アソート企画、主題歌考察、第2弾、サンダーバード、プリンプリン物語、X ボンバー。あ、宅配さんだ、お疲れ様です。お世話になります、荷物の配達です。あれ？ペガスだったんだ、バイトご苦労様、何持ってきたの？クッキーの詰め合わせみたいですが、差出人はオタク様です。ええー、あいつからの荷物とか受け取ると面倒そうだな。いつもご迷惑をおかけしてるから、感謝の贈り物じゃないですかね。そんな気を使える性格じゃないでしょ。いいから早く受け取れよ。話が進まないだろ。クッキーの詰め合わせを受け取ってくれてありがとう。そして詰め合わせといえば小ネタのアソート企画。というわけでこちらから出向いてのアソート考察だ。え、ちょっと。はっはっは、はあはっはっは。この世に救いがないならば、俺が救いになればいい。よろしく勇気、仮面、オタック。散策も考察するから飛ばしていくぜ。気分はハイ、オーバートップだ。それはメカドック。というわけでカモンペガース、説明プリーズー。なあさあ、サンダーバードは、1965年にイギリスで制作放映された、人形劇による特撮テレビ番組。日本での放送は1966年、70年代以降は各地で再放送された。日本版オープニングテーマは、サンダーバードの歌、作詞、滝田純、作曲、バリー・グレイ、歌、ロイヤルナイツとビクター少年合唱隊、レーベルは日本ビクター。サンキューペガース。というわけで今回は、人形劇に絞った主題歌考察を行うぞ。まず最初は人形劇といえばこれ、サンダーバードからだ。に、人形劇？実はアニメや特撮とは違うジャンルだけど、当時のキッズの視聴が多かった分野に、人形劇というものがあるんだ。最近はあんまり見ないね。その人形劇のジャンルで、一番有名なものがこのサンダーバードだと言ってもいいな。そして今回は諦めたけれど、個人的にはドリフターズの戸辺孫悟空も入れたかったんだ。こっちはリアルじゃなくてコミカルな人形なんだね。サンダーバードは人形劇でミニチュア特撮で、ストーリーもリアル思考なのが特徴だったんだ。主題歌もマーチでノリが良かったし、イントロのカウントダウンも、オリジナルの外人さんの声で酔うもの感があって、バタ臭い人形ともマッチしていたのさ。なるほど。というわけでウプ主が一番最初に買ったエロ本が酔うものだったことには触れずに主題歌の考察に入ろう。え？イントロで、いきなり外国男性ののぶとい声で、ファーイブ、ジェン、フォー、ジェン、スリー、ジェン、ブー、ジェン、ワン、ツゴー、サンダーバーズ、あ、ゴーと、やけに緊張感と迫力のあるセリフと効果音で始まるんだ。この外国のおじさんのカウントダウンがまた、ツッケンドンというか、可愛げがないというか、事務的というか、そんな口調でプロのオペレーターっぽくてかっこいいんだよな。ロケット発射の爆音がすごいよね。このカウントダウンに合わせてサンダーバード各機が現れる。主人公の人形よりも先にサンダーバードメカを出すあたりに、本当の主役はサンダーバード機なのが伝わってくるな。各機の説明を始めると終わらなくなるからポイントだけをつまんでみると、サンダーバード機は全て原子力推進機で、墜落とかしたら大惨事不可避。子供ながら、国際救助隊はヤバいもの運用してて、救援の事故がさらに大規模な原子力事故につながるんじゃないかってドキドキしながら見てたよ。確かに原子力飛行機とか原子力ロケットとか怖いな。でもこのサンダーバード2号が、デザインからか一番人気があって、ナンバリングされたコンテナもすごくかっこいい。でも戦闘機じゃなくて輸送機が大人気ってあたりも、国際救助隊っぽくていいな。見た目が緑亀みたいで可愛いよね。緑亀というよりゲンゴロウみたいだけどな。そしてコンテナポッドナンバー5に搭載の、重土木機材、ジェットモグラも大人気だったな。やっぱりドリルが人気だったんだ。というわけでそろそろ主題歌の考察を始めよう。オリジナルの主題歌はインストゥルメンタル。いわゆるマーチで歌詞はなかったんだが、1967年の TBS 放送時から曲に歌詞が付けられた。作詞は昭和歌謡作詞の滝田純氏なる方、ほとんど知らないんだよな。歌はロイヤルナイツで、オタク界隈で有名な曲は、ワンサくん、サムライジャイアンツ主題歌、タイムボカンのエンディング、それゆけ骸骨などがあるな。みんな知らないな。歌詞としては国際救助隊の活躍を歌っていて、戦いではなく救助というのが特徴的だな。倒すじゃなくて救うんだね。なんか平和的でいいよ。実際に起きたドイツでの浸水落盤事故で、129人が生き埋めになったけれど、懸命な救助の結果、100人が救出されたことからインスパイアされて、国際的な協力で科学的な設備を持って救助すれば、被害は食い止められることを原点としてる。だから平和的なアクションなんだけど、なおさらサンダーバード機を原子力で動かす設定はいらないんじゃないかと思うんだよな。まあこのあたりは日本人とイギリス人との原子力に対する感覚的な違いや、1960年代の原子力に対する、
未来のエネルギーみたいな時代背景もあるだろうな。なるほどね。曲調としては勇ましいマーチであるのは少し触れたけど、俺個人としては歌のないオリジナルのインスト主題歌がやっぱりかっこいい。好みの問題だと思うけど。そして登場人物はいろいろいるんだけど、あんまりキャラの違いを覚えてなくて、かろうじてこのブレインズとか、ソーシレイジェフとレイシーが、他のキャラと違うことを理解できたくらいで、サンダーバード主役がこのジェフの息子たち、トレイシー5人兄弟ってのも覚えにくい原因だと思うんだ。兄弟とお父さんで頑張ってるんだ。でもそんなトレイシー一家よりも、レディーペネロープとその運転手パーカーが個人的には楽しめたな。ファッションモデルもこなすほどの美貌の持ち主で貴族の娘、元有能なスパイでピンクの6輪リムジンで移動するペネロープちゃん。設定が山盛りすぎるんですけど。元は金庫破りでペネロープちゃんに逮捕され、その後に執事になったパーカー、ペネロープちゃんの声は黒柳徹子さんでイレクチオンはしないけど、この二人の掛け合いは人間味があってとても楽しかった記憶があるぞ。黒柳徹子さんなんだ。それにしてもサンダーバードは真面目な作品みたいで下ネタに行かなくて助かるよ。作風からはブルバキューンできないんだけど、トレイシー一家の執事キラノさんの娘、ミンミンちゃん。22歳でグレインズの助手なども務める可愛い娘さんなんだけど、なんとオリジナルでの名前はチェンチェンちゃん。丁寧に言えばおチェンチェンちゃんなんですね。若い娘さんにこの名前、ちょっとエレクチオンメーターが触れてしまいますよ。ぐっへっへっへ。油断すると下ネタ拾ってくるな。チャンネル登録よろしくメカドック。それじゃ次はプリンプリン物語だ。プリンプリン物語？ NHK 連続人形劇シリーズの最終作で、チロリン村とクルミの木、ひょっこりひょうたん島、新諸国物語よりベニクジャクなどがこのシリーズで有名だな。ひょっこりひょうたん島は聞いたことあるよ。NHK の作品だったんだね。昭和の NHK は良質な番組を作っていたんだけどな、今はもう。というわけでペガース、説明プリーズー。プリンプリン物語は、NHK 総合テレビジョンで1979年制作放映されたミュージカル仕立ての人形劇。オープニング主題歌はプリンプリン物語。作詞、石川徹。作曲、魔界の工事。歌、石川ひとみ。レーベルは日本コロムビア。サンキューペガース。プリンプリン物語はプリンプリンが祖国を探す旅がストーリーの骨幹なんだが、ミュージカルとなっていて楽しい歌が多かったな。キャラクターや各国の特徴的な曲が多くて、個人的にはアプタ共和国やルチ将軍のインパクトある歌が好きだったんだ。ルチ将軍？知能指数1300もある人物で、アプタ共和国の独裁者なんだが、実は頭だけの地球外生命体。最終的には爆弾の力で宇宙に帰っていくといった、ジョジョのカーズみたいなラストで、それもインパクトあったんだ。なんか恐ろしいストーリーなんじゃないの？言葉で表現すると、確かに世相や社会の裏側を表現している話もあって、怖く感じるかもしれないけれど、実際にはコメディータッチだし、ミュージカルで歌って踊ってるから楽しい記憶が多いんだよな。そうなんだ、ちょっと安心したよ。個性的すぎるキャラクターが多い中でも、俺はやっぱり耳が回って、ルールールーと予言する、火星人が大好きだったなぁ、一番意味不明で。それってもう人間じゃないでしょ。あと、主役のプリンプリンの声は、アイドル石川ひとみさんが行っていて、主題歌もそうだけど可愛いし上手だしで、文句のつけようがない、100点満点。シングルくるみ割り人形の映像を見ても、まさに正統派アイドルで、デパートの屋上でキャンペーンやサイン会とかしたんだろうな、見たかったかも。アイドルなら歌も得意そうだし、上手なのはいいよね。いや、アイドルでも若草物語のオープニング主題歌を歌った新田恵里さんは、視聴者からのクレームでオープニングが差し替えられるほどの歌唱力だったんだけどな。え？そうなの？俺も若草物語大好きだったから、ブラウン管の前で何度噴死しそうになったことか。まあそんなことよりプリンプリン物語の歌詞を見ていこう。歌詞全部を今回考察しないが全体を見て思うことは、プリンプリン言ってるなぁという感想だ。プリンプリン言うのは主役がプリンプリンなんだから当たり前なんじゃない？表面上はそうなんだが、やっぱりプリンプリンだけを指してるとは思えない。なぜなら児童向け人形劇と言いながらも、このワット博士の人形の胸元がセクシーすぎたり、うるせえ奴らの桜先生の声優は塩町子さんが、声を当てていて、ビキニ水着で、いい一二のさあんしーで、うっくんと、お色気たっぷりな準備体操したりと、少年のエレクチオンメーターを刺激するキャラもいる。それも踏まえればプリンプリンも、15歳のプリンプリンのボディのプリンプリン具合を表現しているんじゃないか、という淡い期待を持ってしまう。プリンプリン具合。人形ゆえに肉感的な柔らかさを表現できない代わりに、名前でプリンプリン具合を予感させる周到で緻密な演出、ルールールー、予感がしますよ。それは考えすぎじゃ。子供番組なのに、主人公の衣装の前が開きすぎている、という苦情が新聞に投書されたりもしたらしい、勘のいいクレーマーは嫌いだよ。
3がいいわけじゃ。もう弾力あふれる手のひらサイズのプッチンプリンを2つプッチンしては、プリンプリンを思い浮かべてプルプルしつつ舐めてつついてペロッといただきたいでござる。キモすぎる。人形作家友永明光氏がプリンプリンの人形を作った際、石川さんとは全く面識がなかったにもかかわらず、偶然彼女と似たものになってしまったという逸話も有名で、ならばプリンプリンの2つの胸のプリンプリンも、石川博美さんのプリンプリンに偶然似てしまっているんじゃないかと思う次第なんです。ああこんなことならキッズの頃にもっと目を皿にしてみとけばよかった。バカバカ俺のバカ。石川ひとみさんのファンに石を投げられればいいのに。まあプリンプリンの人形は、まつげに天然のホロホロ蝶の羽を使ったり、装飾に本物の銀を使ったりと、一体100万円近くしたらしい。100万円。そんなこだわりの人形ゆえに服で見えないところも細かいこだわりがあると思うんですよ。へっへ。言うなればオリジナルハンドメイドフィグア。エロいフィギュアじゃないんだから。まあ話をまとめてみると、主題歌、主人公の声に、アイドル石川博美さんの魅力がぐっと詰まった作品で、ストーリーや演出も非常に楽しかった。さらに主役が女性キャラであることから少女のファンも多く、賑やかで良質な人形劇だったと思う。いろんな声優さんの歌もいっぱい聴けたしな。そんな良質な作品を見て育ったのにこんな大人になっちゃうんじゃ。プリンプリンもかわいそうだな。オタック団員、募集中。そして最後は X ボンバーだ。これは残念ながら本編未視聴。なぜなら静岡では放映されなかったからだ。まあ放送してなければ見れないか。さらに放送地域でも裏番組が電磁マンで、強力なライバルがいたから、X ボンバーの視聴率はなかなか厳しかったんじゃないかな。電磁マン。だが X ボンバーはなんと永井豪先生が原作、キャラクターデザインを行っていて、サンダーバードプリンプリンと違って、敵勢力ゲルマ帝国との戦い、巨大宇宙戦艦で超宇宙マシーンな X ボンバーや、巨大合体ロボビッグダイ X の活躍といった、日本的 SF アクションの王道を、アニメや特撮ドラマでなく人形劇で行った、ある意味画期的な作品なんだ。でもなんでアニメとかにしなかったのかな？予算縮小のために人形劇にしたらしいが、アニメのテイストでリアルに作られた人形は50万円以上で、最大数メートルもあるミニチュア、細部まで精密に作られたセット。そんなこんなで予想よりはるかに予算がかかったらしい。それじゃ最初からアニメとかでもよかったんじゃ。まあ人形劇とアニメの予算差とか知らないからな。結果として人形劇で正解だったかどうかの真相は闇の中だ。ただ X ボンバーの人形一体50万円が高額なら、制作費100万円のプリンプリンはやっぱり値段もプリンセス級なんだな。確かに。そんなわけでペガース、説明プリーズー。なあさあ、X ボンバーは1980年放送のスーパーマリオラマと呼ばれる SF 特撮人形劇、原作、キャラクターデザイン、永井豪。2クール25話が制作され、サンダーバードなど特撮人形劇では本家であるイギリスで、スターフリートのタイトルで放送され人気を博した。オープニング主題歌は、ソルジャーインスペース、作詞、藤川圭介、作曲、山本教授、歌、バウアウ、レーベルアートユニオン。なお、イギリスクイーンのギタリスト、ブライアン・メイの初のソロアルバムは、無敵艦隊スターフリートで、収録曲1曲目はイギリス版主題歌のテーマ曲をカバーしたもの。息子が大ファンであり、ブライアン自身もキリ王女の大ファン。またこのミニアルバムは、バンドヴァンヘイレンのギタリスト、エディ・ヴァンヘイレンも参加している。サンキューペガース、と、日本ではあまり知られていない作品なんだけど、イギリスではやけに有名な X ボンバー。試しにブライアン・メイのスターフリートのミュージックビデオを YouTube で視聴したら、映像がずっと X ボンバーの戦闘シーンですごくかっこよかった。これだったら放送時間帯を変えていたら、人気が出たんじゃないかと思うぞ。スターウォーズっぽいから視聴しやすい時間ならよかったかも。だけど世界的に有名なクイーンのブライアン・メイが、スターフリートと名前は変わっても X ボンバーを息子さんともども楽しんでくれてたのは嬉しいな。そんなブライアン・メイがアルバムに取り上げたのも、イギリス放映の際に主題歌が新たに制作されたからなんだが、日本版での元々の主題歌が、バウアウというハードロックバンドだったから、イギリス版主題歌でもロックな曲となったと思うんだ。つまりバウアウのおかげで、結果的にブライアン・メイが X ボンバーに携わることになったと思うのさ。なんかすっごい遠回りして無理やり関連付けてるように思うけど。とにかくバウアウの功績は大きいと伝えたかったんだ。で、そのバウアウなんだが、1976年結成から現在まで紆余曲折しながらも活動を続けている。そんなバウアウのソルジャーインザスペースだが、歌詞の負けるなよ、旅の辛さにとか、元気づけてくれる前向きなロックで。
本編も前向きな宇宙 SF 活劇なんじゃないかと期待させる素晴らしい主題歌だと思う。さらに X ボンバーの歌詞の歌い方がかっこよくて真似したくなるんだよな。真似したくなるのは主題歌として大事だよね。で、映像を見ると主人公銀河四郎くんの人形が瞳も大きいとってもイケメンな人形なんだ。柔道着みたいなコスチュームに銀のヘルメット姿と、一歩間違えるとカッコ悪くなりそうな装いなんだけど、イケメンで乗り切っているな。顔もカッコ良いし、このユニフォームも外国の人には受けたんじゃないの？サンダーバードを作る国だから、人形の顔の美観とか日本人のセンスとは違うと思うけどな。そんな四郎くんよりも周りのキャラの方が国籍になってしまうのが X ボンバーだ。このアフロヘアはボンゴヘラクレス。またアフロヘア、意外とアフロキャラってアニメに多いんじゃない？確かにアフロキャラが次々出てくるな。だがアフロよりもインパクトが強いのがこのビッグマンリーだ。このとぼけた表情はどこかで見たことがあるなぁ、と思い出したのは同じく人形劇のトッポジージュ。確かに似てる。もうこの動画を見た後は、ビッグマンリーは頭の中でトッポジージョに書き換えられてしまうはずだから、トッポジージョを今後は思い出してあげてほしい。いや、そこはビッグマンリーを思い出してあげて。そんなイケメンシロウ君と、アフロボンゴと、トッポジージョの3人が主役となるんだが、本当の主役は巨大合体ロボットビッグダイ X だ。ビッグダイ X？漢字は入ってないが、確かにビッグダイ X でも間違いじゃないかもしれないな。顔には大きく X の文字が、このビッグダイ X の頭部デザインは永井先生が行っている。なんか顔にハサミをくっつけてるみたいだね。確かに顔面ハサミにも見えるが、ブライアン・メイのスターフリート PV を見ると、3台のトリプルアタッカーが合体するシーンは、バックで合体じゃないのが少しマイナスだけど、重厚感あるメカメカしい合体シーンでかっこいいぞ。バックで合体。しかし合体してからのビッグダイ X は、中にスーツアクターが入って演技をするいわゆる特撮スタイル。人形劇なんだからビッグダイ X も人形にするのがセオリーだと思うんだけど、ここは特撮スタイルにしたのを評価したいな。日本人からしたら見慣れたスタイルだよね。じゃあ人形劇パートも人が演じる特撮でいいじゃんとか正論パンチはやめてほしい。俺もそう思ってるから。に、人形劇の意味が。人形劇としての魅力は、イケメンシロウくんと同じ。ヒロインのラミアちゃんや、ブライアンメイも大好きなキリー王女が美形に作られていて非常に喜ばしいところだな。確かに可愛いね。これをシリコン製にして1分の1スケールで販売すれば、ラグドール界隈では大いに盛り上がること間違いなしだ。ラグドール。俺はあまりラグドール界隈には詳しくないけど、X ボンバーファンも紛れてると思うんだよな。例えばブライアンメイとかさ。よくわからないけど、今ので X ボンバーファンとクイーンファンとラグドール愛好家を怒らせたと思うよ。正義の旭日計画発動中。人の趣味をやゆする気はないんだ。そもそもオタクだって昭和の時代はマイノリティの代表みたいなもんだったし、ロックファンやヘビメタファン、プロレスファン、ミリタリー好きや車好きにバイク好きと、男の趣味ごとはことごとく細分化してマニアックになって、その道のプロというか、小遣いの険しくて細いけど魅力あふれる道があるからな。大抵理解されないけど、特に女の人からは理解とか共感しにくい趣味が多いよ。理解や共感はしてくれなくてもいいんだ。数は少なくても同行の士はどんな趣味にもいるし、理解できなければ邪魔さえしなければそれでいい。それにそもそもこのチャンネルこそが、一部の男性にしか興味を示してもらえない、隠された正義のチャンネルだからな。いい風に言ってるけどさ、単に昭和生まれの男性ってだけなんじゃ。だから誤解されて、迫害や攻撃されるのだけは勘弁してほしいのさ。確かに誤解されるのはどんな趣味でもかわいそうだけど。それゆえに相互理解。それが無理なら礼儀正しい無視をお互いにしていかないとな。例えば信頼と実績のラグドールメーカーオリエント工業で。え？オリエント工業？フィグア的なデザインのベリータイプでのんちゃんをイメージするも、豊満な安らぎツヤタイプで剣月影先生の世界観を堪能するも。ちょっと。どちらも甲乙つけがたい。それはつまり両者の価値を互いに認めざるを得ない。人形に心があるように、心に人形があるはずさ。テクノボイジャー。そしてオリエント工業のホームページでフォトコンテストのページを覗き見れば、ドールユーザーの美しい写真と文章があってなんだか感慨深い。感慨深い。やはり興味の対象の好きの純度を高めていけば有機物無機物との境界など意味をなさないんだ。いやもしかしたら実在と非実在の境界さえ無意味。ちょっと。つまりのんちゃんは非実在だが俺が思う限り実在。さらに人形劇魔女っ子のんちゃんが制作される可能性もゼロではない。ならばのんちゃん人形は100万超えでお願いします。そしたら俺ものんちゃんにのドールをオリエント工業で購入して、嬉し恥ずかしのフォトコンテストに応募。このド変態が、男性型ラブドールの英作くんは36万よー。変態図、勇気くるー。各作品の公式動画は確認できませんでした。検索にてご確認ください。ただブライアンメイのスターフリートのミュージックビデオは、
公式が確認できましたので、概要欄のリンクからぜひご視聴ください。人形劇は21世紀には絶滅したオタク文化かもしれません。しかしアニメ、特撮とは違ったテンポと表現で、今回見返してまた新作を見たくなりました。そしてグッドボタン、チャンネル登録で、暁のオタク団に入団していただけると大変嬉しいです。今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。リンダ、人形劇は子供向けだと思っていたが、SF 作品などもあって大人の市場にも十分頼るんだな。あまり興味はないが、だが変態が湧きにくいジャンルなのは評価するぞ。そして次回は特撮巨大ロボット作品、大鉄人ワンセブンだ。それにしてもビッグダイ X といい、大電人といい、巨大ロボットはなんで胸や顔で自己主張するんだろうな。それじゃ来週金曜日の18時にまた会おう。サービス、サービスー。